バナディール、ソマリ語、ボネディア、アラビア語、ソマリアの旧行政区画。ベナディールとも、1991年にシアドバーレ政権が崩壊するまでの行政区画の一つであり、中央政権の崩壊しているソマリアにおいて、行政上の実態はないものの、地域区分としては現在でも使用される。州とは、ソマリアの首都でもあるモガディシオ。北を、中部シェベリ州。 南をカブシェベリ州と接し、東はインド洋に面する。人口は165万人で、そのうち約37万人は国内避難民だと見積もられている。ソマリア18州のうちで最小の州であり、州領域はほぼモガギシオシガイッチと同一である。そのため全域が都市部に分類されている。歴史的領域としてのバナディールよりはかなり狭い。 領域を終了域とする。ソマリ語のバナディールはペルシャ語のワンダルに由来しており、港、または、ハトバという意味である。これは、この海岸部の代表的な港であるバラワや、モンガディシオを指した言葉である。現在のソマリアの勢力図。水色が、ソマリア連邦政府。緑色が、イスラム勢力、シアド・バーレ政権崩壊後、ソマリアの中枢である、バナディールには、 安定した勢力は存在せず、軍閥が、軍有拡挙し武力紛争の絶えない状態にある。1991年には、反政府勢力である統一ソマリ会議が、バナディールを制圧し、バーレを追放、アリマハディモハメドを暫定大統領とするも、モハメド派とアイディード派の分裂により政府は、崩壊、両派の戦闘の中心となったバナディールは荒廃した。1992年12月に、 国連 PKO が展開を開始し、アメリカ軍を中心とする多国籍軍がバナディール全土に展開するが、1993年10月のモガディッシュの戦闘によって打撃を受けたアメリカ軍は撤兵し、バナディールは両派によって二分され激しい戦闘はなおも続いた。ソマリア暫定連邦政府が樹立されるも、バナディールに支配を及ぼすことができないまま、二千六年六月、 イスラム法廷会議がバナディールを制圧。しかしこれに危機感を抱いたエチオピアが暫定政府と共に侵攻を開始し、2006年12月28日にバナディールはエチオピアと暫定政府の支配下に入った。エチオピア撤兵後安定しない暫定政府の隙をついて2009年にあるシャバブやヒズブルイスラムが放棄し、バナディールは再び分割されることとなった。 ソマリア暫定政府は2011年に、あるシャバブをバナディール州から追放し、現在は、ソマリア連邦共和国の統治下にある。ポピレーションエステマイションサーベイ2014フォーザ18プレウォーリージョンズ・オブ・ソマリア国際連合人口基金。2017年8月4日閲覧。ありがとうございます。